2017年3月6日、撮影、小寺の正と小寺の正とは、日本の外交官、外務省大臣官房長、内閣官房副長官法を経て、2012年から、中中華人民共和国特命全権大使、2016年から2019年まで、中フランス特命全権大使を務めた。東京都出身、父の小寺の厚氏は、元通産省議官。 父がフランスとベルギーの大使館に勤務したのに伴い、小学校時代をパリとブリュッセルの現地校で過ごした。都立富山高校を経て、東京大学法学部第二類を卒業後、1976年外務省に入省。フランス語研修を受けた。外務省中国科の主席事務官として、1992年の日中国交正常化20周年に関わる業務を行った。 マサトという名は中国武将から一時を取ったものである。これは誕生日の10月10日が武将で侵害革命が起きた日であることに由来する。このため、孫文にずっと興味があったという。また、外祖父は中国大連で働いた経験があり、母も大連生まれである。これらの厚市巨人時通信2016年2月29日。 AB 第1回グローバリストコミュニケーションの真髄、中中華人民共和国全権大使、小寺の正人大使との対談インタビュー岩上勝道、イノベーションズアイハット、小寺の中フランス大使のその後、一般社団法人上北海、2016年8月3日、2020年2月11日閲覧、中国大使に、 小寺の死人選難港で給与の昨2012年10月6日0時21分日本経済新聞電子版近年中中国大使の資質イコール西川恵毎日新聞2012年10月12日東京長官日本経済新聞2001年2月26日アフリカの発展に関する日本アフリカジャーナリスト会議外務省2011年4月5日閲覧 近元中中国大使の資質イコール西川恵毎日、新聞2012年10月12日東京長官、新中国大使に、小寺の正都式を得、NHK ニュース10月5日18時26分、小寺の新大使、協調能力期待も、職務遂行は、非常に難しい、イコール中国サーチなニュース、人気延長の、庭中国大使、閣議で退職を、 承認2012年12月18日13時6分読売新聞、中英大使に、鶴岡氏、仏大使は、小寺の市日本経済新聞2016年4月5日、次期フランス大使の小寺の正都氏が、レジオンドヌール君賞を受賞在日フランス大使館、インク、産経デジタル、人事、日本製鉄、産経ニュース、2020年6月25日閲覧、 役員人事について、丸紅株式会社人事2020.11、266時 Facebook ツイッターラインポケット、プリンツンキビス新中中国大使、名前の正は、武将から、母は、大連生まれ。ありがとうございます。